東西鉄道周辺の路線図1903から1919 19年頃の路線図1900年前後客室内部。1903から1919 19年一等車。1903から1919 19年、東西鉄道は、ロシア帝国が満州に建設した鉄道路線、満州座からハルビンを経て、水噴火へと続く本線と、ハルビンから南下して、大連。 旅順へと続く視線からなる。時代に合わせて、中東鉄道、東市鉄道、北満鉄路あるいは北満鉄道と呼ばれていたほか、ロシア側でも故障は数度変更されている。東西鉄道は、現在の中国の鉄道路線の内浜線、浜水線、広大線の各路線に相当する。日露関係士も参照。 日清戦争も参照ロシア帝国は1891年2月にシベリア鉄道建設を正式決定し5月よりその建設に着工したロシアは日清戦争直後の日本による両党半島の領有を三国干渉によって阻止しておりその見返りとして新国の利工省より満州北部の鉄道敷設権を得ることに成功していたその中でロシアは 建設困難なアムール川沿いの路線ではなく、短絡線として、下から満州北部を横断し、ウラジオストクに至る鉄道の不設権を獲得し、1896年12月、ロキヨシ銀行によって、中国東方鉄道株式会社、新庁側の名称では、大新東小鉄路という鉄道会社が設立された。経営の最高期間は、 ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクに置かれた理事会でロシア大蔵省が理事を任命した。このように表向きはロキヨシ合弁であったがロシアの発言権が強く新庁は経営に直接関与できなかった。この時ロキヨシ銀行から供与された資金はフランスの投資家からロシア政府に貸し付けた4億ポンドからのものでこれによってロフ仏同盟が結ばれた。 社期1897年にルートが選定され、東西鉄道本線は満州里からグロデコボ間キ5 1 0 k m で、シベリア鉄道と連結させるために西側は満州里と北イスキラズエズ島を結ぶザバイカル鉄道 355km、東側はグロデコボ駅とウスリースク駅を結ぶウスリー鉄道 97km の建設も決定された。工事は 翌年から開始され、中国人労働者が大量に投入された。1897年に、薄利線が開通。さらに1898年3月、旅順大連創着条約が結ばれると、ハルビンから大連、旅順に至る南満州支線の布設権も獲得した。続く1898年には、中部シベリア線。1900年には、 ザ・バイカル線もそれぞれ開通し、シベリア鉄道全線開通まで残るは、アムール線及びバイカル湖周辺のみとなっていたが、そのどちらも地勢が大変険しく建設が困難な状況であった。南満州市線 772km も1903年1月に完成している。日露戦争も参照者期最後の大公安令トンネルが完成し、 シベリア鉄道と完全に連結したのは1904年2月、日露戦争を勃発直前であった。その後日露戦争が勃発し、日露戦争でロシアが敗北した後の1905年9月5日、ポーツマス条約により、長春以南の南満州支線は日本に譲渡され、南満州鉄道となった。1911年、侵害革命によって中華民国が成立しても、 ロシアによる東西鉄道の利権は継承された。第一次世界大戦東部戦線、ロシア革命及びシベリア出兵も参照1917年ロシア革命後、ペテルブルクの理事会は機能を停止し、現地の最高責任者であるホルバート管理局長が実権を握った。彼が1920年に中国軍に放築されると、法典軍閥が影響力を強める。 また1919 19年から1922年にかけては日米などが参加した連合国鉄道管理委員会がその経営に干渉した。特にハルビンに駐在した委員会技術部長のスティーブンスは革命後の混乱した経営の立て直しに落腕を振るった。それも1919 19年の第一次から反宣言で一旦は 統制鉄道を放棄することを表明したにもかかわらず、方針を転換させ、北京政府や法典軍閥に経営への参入を粘り強く求めた。1924年5月、中ソ両国は国交回復のための協定に調印し、この中で統制鉄道の利権を確認した。また同協定に不満を持つ東賛成の長、作林政権は北京政府とは別に、 同年9月笹草祖協定を結んだ。1925年1月20日、日ソ基本条約が締結された。初期1925年4月9日、ソ連側が権限を超越して、第94号命令を行ったため、中華民国側が反発した。1928年、張作林爆殺事件。1929年7月、張学寮は、 ソ連側の協定違反を理由に、鉄道権益を武力回収を試みるも、ソ連軍の攻撃に敗北した。勝利したソ連は、1929年12月に、結ばれたハバルフスク議定書で、回収された利権の現状回復を認めさせ、鉄道の運行も翌年から平常化した。一方、国民政府は議定書を、法典軍閥の越権行為と見なし批准しなかった。そのため、 中ソ両国の直接交渉がモスクワで始まり、中国側は鉄道の売却を迫ったが、1931年の満州事変の勃発により交渉は打ち切られる。期1932年に満州国が成立すると、ソ連は満州国を承認しなかったものの、統制鉄道は事実上の満州国とソ連の合弁となり、 1933年には満州国交通部がその名称を北満鉄路に変更した。日本はソ連との衝突を避けるため鉄道の売却を提案したが、両者の間で長らく価格で折り合いがつかず、ようやく1935年3月になってソ連は満州国と北満鉄道譲り渡し協定を結んで北満鉄路全線の利権を満州国に売却し、 満州から撤退した。こうして、旧、東西鉄道は、満州国有鉄道となり、経営は満鉄に委託された。また、期間も1937年まではロシア建設時の後期であったが、満鉄に合わせて、標準期に改め期された。ノモンハン事件、ミッソ中立条約、第二次世界大戦、ソ連対日参戦、及び、 第二次世界大戦の影響ソビエトも参照1945年8月、ソ連が対日参戦し、満州に侵攻すると、北満鉄路及び南満州鉄道を接収し、これらを合わせて中国朝春鉄路とした。また同月、ソ連は小介石政権と中相友好同盟条約を結び、同鉄道を30年環境同士用することを認めさせた。 しかし1949年共産党政権が成立すると、その翌年に同盟条約を改定し、その付属協定、長春鉄道、旅順、大連協定により、長春鉄道の中国側への返還が決定された。PP243 から 244EH カー、日本人が知らない、満州国の真実封印された歴史と日本の貢献、不創者、不創者新書。 2017年12月24日、ISBN 978から45億9407万8409第2章、満州国建国前の日本人東京朝日新聞1933.626から1933.628、ありがとうございます。